どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は武将別経テンプレ編成の解説ということで、核を使って組める経テンプレ編成というのをいくつか紹介したいかなと思います。で、有名なのを挙げますと9つあるんですけども、そのうちの6つはですね、曹操と組んでる編成ということなんですね。なんで、各曹操あと1人っていう感じでですね、もうひとまとめにしてしまおうかなと思ったんですけど、割と兵種が違ったりだとか特色も変わってくるっていうことでですね、バラバラでカウントさせていただけたらと思います。なんで合計9戦ということでですね、結構こう見ると数は多いんですけども、類似してる編成も多いということをですね、念頭に置きながら見ていただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。そしたらまずはですね、曹操と各とあと1人という編成をですね、まとめて片付けていきたいかなと思うんですけども、1つ目に紹介したいのが技法盾ですね。曹操首相として各と各将を副将とした盾の編成ということになってます。で、曹操に異部軍民、投降兵、操戦借戦、各骨領得、この4つのうちの2つを装備させて、で、各にはですね、憲法破砕と兵務情勢で、各将にはですね、斬匹法と刮目総隊という編成ですね。で、各が兵種適正がですね、盾 A ということになってますので、兵種宝物が必要です。で、各将に斬匹法を覚えさせる場合はですね、3人のうちで知力が最も高い武将にですね、援護付きの鎧っていうのを装備させる必要があるという編成になってますね。で、こちらの編成に関してはですね、僕過去の動画で再々お伝えしてると思うんですけど、全ての編成で最強なんじゃないかって思えるぐらいですね、非常に硬い編成ということになってます。でですね、この編成の特徴といたしまして、継承戦法は割とですね、その代替戦法でもなんとかなるみたいなところはあるんですよね。ちなみに僕はですね、早々に血力砂防と滑骨領得を覚えさせてますね。で、各には憲法破砕、兵務情勢なんですけど、この憲法破砕を混迷乱状にして使ったりしてます。で、各将に関してもですね、この斬匹法のところを魚敵兵将とかに変えたとしてもですね、結構やってくれるっていうところがありますので、類似したような継承戦法であれば代替戦法になるっていうのもですね、特徴の一つになってるんじゃないかと思います。次は毒盾ですね。こちらは核を首相として曹操と満朝を副将とした盾の編成ということになってます。で、核に義所義心と刮目総隊で、曹操に奉仕陣と魅惑で、満朝に斬匹法と滑骨領得ということになってますね。で、技法盾と同じくですね、盾の編成ということになってますので、各に兵士宝物が必要です。で、満朝に斬匹法を覚えさせますので、知力が最も高い武将にですね、援護付きの鎧を装備させる必要があるということになってますね。で、こちらの編成の特徴といたしましては、満朝がですね、もう一人の副将に援護状態を付与するということになりますので、曹操がですね、残りの2人をかばう形になるわけなんですけども、で、かばった結果ですね、魅惑が発動して相手に制御状態を付与するわけなんですね。で、そのうちの1つに混乱付与というのがあるんですけども、核の固有戦法っていうのはですね、相手がですね、混乱の場合はですね、ダメージを与えるというような内容になってますので、この魅惑との親和性は高いということになってるんですね。で、義所義心ですね、核が覚えてる継承戦法に関してもですね、同じことが言えるということになってますので、核固有義所義心魅惑でですね、混乱をかけまくって、それでダメージをしっかり与えていくみたいなコンセプトの編成になってると思いますね。こちらの編成もかなり強いので、この3人が凸してる方にはですね、おすすめの編成かなと思います。次に紹介したいのは SP 技法機ですね。曹操首相として各と SP 各家を副将とした騎兵の編成ということになってます。こちらの編成に関しては僕は騎兵最強になるんじゃないかなと、まあ現時点ではあるんですけども、というぐらいですね、非常にバランスの取れた編成ということになってますね。で、曹操には血力砂防と滑骨領得で、各に異部軍民と操戦借戦で、 SP 各家にですね、混迷乱状と憲法破砕という編成になってますね。で、こちらの編成はですね、核と SP 閣下のダブルアタッカーという形になってて、曹操がこの2人の火力を上げていくという形になってますね。で、SP 閣下というのはですね、部隊全体でですね、アクティブ戦法および突撃戦法を発動した時にですね、割合でダメージを与えるということになってますので、全体的にですね、アクティブ戦法や突撃戦法を多く積まれてるということになってますね。で、結構発動確率も高いような戦法ですね、血力と滑骨のペアとかですね、あと混迷乱状なんかもかなり発動しますので、ここら辺がしっかり上振れると SP 閣下がかなり火力を出してくれるということになりますね。ただこちらの編成に関してはですね、アクティブ戦法をふんだんに積んでますから、最新状態であるだとか強行状態のようなですね、制御にかけられてしまうとかなり厳しいということになってますので、これらを解除できる滑骨領得や操戦借戦、これらの戦法っていうのはですね、不可欠になってくるんじゃないかと思われます。
次に紹介したのは準優級ですね。こちらは曹操首相として角と準優を副将とした弓の編成ということになってます。で、曹操がですね、弓の適性 A なので兵士本を使って S に上げる必要があるということですね。こちらの編成はあまり見かけることはないんですけども、かなり強いという評価がですね、下されてる編成ということなので、まあちょっと見たことがなくて大変恐縮ではあるんですけども、紹介させていただいてます。で、曹操に異部軍民と操戦釈戦で、各に混迷乱城と配中大営で、準優がですね、滑目相対と滑骨両毒という継承戦法になってますね。で、準優の固有戦法というのはですね、自軍全体のアクティブ戦法の発動率を上げて、で、発動した時に相手にダメージを与えるというものになってます。で、核に関してはですね、そもそも固有戦法の発動率は高いです。混迷乱城にしても高いということで、この2つの戦法をしっかり発動することによってですね、相手にしっかりとダメージを与えていったりだとか、まあ強烈なデバフをかけたりっていうのがですね、コンセプトの編成ということになってます。次は技法機ですね。こちらの編成に関してはですね、シーズン3から組むことができて、非常に強い編成ですね。僕も使ったことあるんですけども、めちゃめちゃ使いやすかったです。ただやっぱり SP 技法機が登場したことによってですね、ちょっと肩遅れ感はあるんですけども、それでも最前線で活躍できるぐらいですね、非常に強い編成ということになってますので、まあ仮に SP 閣下が引けなくて、で、テイクは貫突みたいな方はですね、まだ組んでも十分に活躍させられるんじゃないかなと思います。で、早々に異部軍民と操戦釈戦で、各に混迷乱城と兵務情勢で、テイクにですね、滑目相対と滑骨両毒という継承戦法になってますね。なんで準優級と非常に似てるところはあるんですけども、この編成に関してもですね、割とカスタマイズは効くんじゃないかなと思いますね。過去のところの兵務情勢を配中大にしたりだとか、あと混迷乱城のところを憲法破砕にしたりだとかですね。で、テイクに関してもですね、こちら太平同胞と滑目相対みたいな感じで変えてもいいんじゃないかなと思うんですけども、一応その評価されてて非常に強いと言われてる継承戦法に関してはですね、今見ていただいてるものということになってますね。ただまあ技法盾同様ですね、カスタマイズできるっていうことなので、余った戦法で同系統の戦法を積むことによってもですね、活躍させられるんじゃないかと思います。で、総括シリーズ最後なんですけど、これはですね、技法機のテイクのところを学士に変えた編成ということになってますね。曹操首相として核と学士を副将とした騎兵の編成です。で、曹操に斬壁法と操戦釈戦で、核にですね、滑目相対と滑骨両毒で、学士に思想戦譜と豪遊無比もしくは文武両道という編成になってますね。こちらの編成に関しては、軽力ダメージを与える核と、あと平人ダメージを与える学神というですね、2種類のダメージを与えられる編成ということになってますので、面白いですよね。まあ仮にですね、大火役場とかだったらですね、序盤ターンで軽力ダメージっていうのをですね、抑えられてしまうんですけども、そんな時にもですね、学神だったらダメージを入れられるみたいな形になってますので、まあなかなか抑えにくいということになるんじゃないかなと思いますけどもね。まあその分こう統一感はないかもしれないんですけども、こういった編成もあるということでですね、覚えておいていただけたらと思います。結構強いみたいですね。そしたら草加シリーズここで終わりということになってますので、残りの3つを紹介していきたいと思うんですけども、まず1つ目がですね、固い挙という編成ですね。こちらは核を主将として大支持と巨友を副将とした騎兵の編成ということになってます。で、巨友には兵士宝物が必要で、で、核に混迷乱城と滑骨両毒で、大支持に憲法破砕と兵務情勢で、巨友にですね、斬壁法と三聖人という編成ですね。これによって核の固有戦法というのはですね、かなり発動してくれることになります。で、大支持がいますので、意気昇天が非常に弱点ということになってますし、あと耐久力っていうのもですね、あまり高くないということになってるので、速攻型に対してはですね、結構厳しいところはあるかなと思うんですけども、それ以外の編成だったらですね、割と戦えるっていうことみたいなので、分かりやすいですよね。そういった部隊以外だったら兵種問わず戦えるみたいなところがあるみたいなので、槍なんかにもですね、結構やれるというふうに聞いてますので、こちらの編成ももし巨友が引けたら使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。突数が進んでなくても非常に強いらしいですが、巨友がですね、ピックアップでも登場しないですし、通常ガチャに登場したのも非常に遅いので、突が進みにくい武将ということになってますね。今後どうなるか注目の編成ということになってます。
次は核三世ですね。この編成はシーズン3最強編成と言われてるぐらいですね、非常に脅威だった編成ということになってます。最新シーズンでもですね、たまに見かけて割と厄介な仕事というのをですねしてくる編成でもありますね。核を首相として超音とサジを副将としたこれまた三星人の編成ということになってますね。で、核にはギショギシンと活目相対で、超音にはですね破人再建とバンプフトで、サジにですね造兵と三星人という編成になってますね。こちらの編成に関してはですね、耐久力っていうのはあまりないかなと思うんですけども、そのサジの固有戦法と、あと核に覚えさせる活目相対でですね、回避っていうのが非常に高い編成ということになりますので、当たらん時はとにかくダメージが入らないというですね厄介な編成ということになってますし、混乱もめちゃめちゃばらまいてくるんでね、厄介ということになってますね。で、混乱っていうのはですね、まあこの核の固有戦法の場合なんですけど、味方にもばらまくんですよね。なんでモロハの剣なところはあるんですけども、この核三世の場合はですね、超運と組んでて、超運っていうのはですね混乱することがないんですよね。洞察状態っていうのを常に得てるという武将になってますので、っていうことはですね、あともう一人のサジですね、まあこちらは混乱するんですけど、サジに覚えさせる継承戦法っていうのが陣法戦法と兵士戦法っていうことになってますので、その混乱させられた後に発動することはないんですよね。なんでサジの通常攻撃だけがですね、そのモロハの剣になるんですけど、サジ武力めちゃめちゃ低いですから、平人ダメージっていうのも知れてるので、その核の固有戦法のデメリットっていうのがですね、ほぼ打ち消された形というのがですね、この核三世ということになってますんで、まあかなり美しい編成ということでもですね有名ですよね。で、蝶に覚えさせてる継承戦法なんですけども、その異防必死と水路断絶みたいな形にしてもいいかと思います。で、最後紹介したいのが不機器という編成ですね。こちらは SP 順位を主将として、核と SP 閣下を副将とした騎兵の編成ということですね。で、順位区にはですね、残壁砲と牢城自主もしくは義所義心で、核に血力砂防と滑骨領毒で、 SP 閣下に混迷乱序と憲法破砕という編成になってますね。こちらの編成に関してはですね、継承戦法をしっかり積んで、でですね、援護鎧とかも装備させてっていうことでですね、きちんと組めば本当に硬い編成ということになりますね。槍最強と言われてるヤリクソンなんかも平気で弾き返しますし、まあその速攻型なんかに抜かれることはあるんですけども、それも安定しないということで、確実に安定して倒す方法っていうのが非常に少ない編成ということになってるんですね。まあ、ただですね、非常に高級な継承戦法ばかりということになってるので、他の編成と共存しにくいんですよね。でですね、ここを妥協してしまうとですね、思ったような強さが発揮できないということになってしまいますので、だからこの不機器という名前らしいんですよね。高級であると、その使ってる武将に関しても低配数ばかりで、で核に関してはですねシーズン限定ということでですね、まあなかなか真っ赤にすることが難しい3人で、で継承戦法もめちゃめちゃ高級ということでですね、このような豪華な名前が付けられてるっていうことみたいなんですよね。なんでこの名前なんかだってずっと気になってたんですけど、実際にこの不機器に触れてみることでですね、ああなるほどなと、これは不機器って呼ばれてもしょうがないなっていうぐらいですね、贅沢に贅沢を重ねた編成ということになってますね。まあその分非常に強くて硬いということになってるので、まあ他の、共存編成っていうのをですね考えないということであればですね、組んでみてもいい編成かもしれないですね。はい、いかがだったでしょうか。核を使って組める強テンプレ編成というのをですね、駆け足で9つ紹介させていただいたんですけども、核自体はですね、このゲームの中でも特に入手しにくい部類ということになってると思うんですよね。シーズン限定の低配数武将っていうのがですね、とにかく手に入りにくいということになってますから、凸が進んでる方っていうのはですね、相当課金されている方ばかりということになってるんじゃないかなと思うんですけども、非常に強力ですから、核がですね貫突してるみたいな方はですね、倉庫でお留守番させることはお勧めしないですね。他の共存編成の強度っていうのをですね犠牲にしたとしてもですね、核っていうのは編成に入れるべきかなと思いますね。組む武将もですね、割と高級と言いますか入手しにくいような武将が多かったりするんですけども、まあそれでも使う価値があるのが核ということになってますので、何かしらの使い道っていうのをですね皆様で模索していただけたらと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。